写真拡大。10月10日の東京芝2000メートルでルージュアルル、メス2歳、美穂、国枝、栄厩舎、父ハーツくらいが初陣を迎える。9月29日の一周迷い切りでは、美穂 W コースを馬なりで5波論66秒5から11秒6。馬場の打ち目を通ったが、締まりの伸びは抜群。ウィズグレース、2歳、新馬を3馬身先行したが、並ばれてもしぶとさを見せて、ヒエ入りした。ハーツくらい3区で、距離は長いところの方がいいかなと国枝調教師は話す。おじは通算13勝で、BC ターフなど米 G1 を6勝したイングリッシュチャンネル。アン兄のレッドレオン、父ディープインパクトは日系新春杯2着の実績を持つ。アン姉のレッドワステル、父ディープインパクトも管理したトレーナーは、姉ほどピリッとはしていないけど、ちょうどいいんじゃないかな、余裕があって。だいぶ乗り込んだと、体勢は。